ウェブスピードスペシャルショップインフォメーション、レッグモータースポーツ、倉迫代表自らがいろんな道を走り込み、プロドライバーの意見も反映しながら車作り、物作りを行っています。ロードスター RX8、86、BRZ などを得意とし、このコーナーにも幾度か登場いただいていますが、今回は2023年モデル ND ロードスターの話題からスタート。これは23年モデル、今年からの24年モデルは安全対策とかいろんなことでコンピューターまでのチューニングができない車両ということで、最後の70万台っていう去年、最後に、手に入れた車両です。でやっぱりロードスターなので、スポーツ走行、サーキット、スポーツカーをよりスポーツカー、これまでもずっと提案はしてきましたけど、これがまあ一応、俗に言う車体番号7型っていうやつで、仕上げ途中の、車両です。今の仕様としては足回りが中心で、チャレンジが、これはチャレンジダンパー、バネレートが、6キロ4キロの仕様、もう一番、おすすめの、車高調です。で、あとは闘魂のブッシュもカットしたりとか、ちょっとツボを押さえたようなもう本当仕様になってます。ですからもう、そんなに特別にサーキット行くからってからもう肩に力を入れてゴリゴリにするんではなく、もう通勤からでサーキット遊びまでしてもらえるような車両になってます。で、まずホロ型なので、一番肝心なやっぱりオープンカーで必要なロールバーいうのをこう、一応オリジナルでチャレンジロールバーっていうんですけど、こういうのもつけてます。であとは、サーキット遊びをするということなので、もちろんこういう4点ハーネスないし、最近は6点ハーネスっていうのが中心になっているので、それが付けられるようなベルトハーネスアンカーっていうのもオリジナルで作ってます。ですからもう、ヘルメットとグローブ、長ズボン、長袖でからサーキットで十分遊んでもらえるような、車作りが今スタートしたところです。最新で言うと、このボンネットが、今まではウェットカーボンっていうやつだったんですけど、より軽量を考えて、これはインフュージョンっていうドライカーボンとウェットカーボンの間に、の工法で作ったかなり軽いボンネットになってます。表はこういう一般的な綾織っていう柄なんですけど、これ僕のこだわりで、裏は 24K の平織っていう、ちょっとこう GT カーなんかによく裏で使ってるような、素材も使った商品になってます。エンジンルームも純正のタワーバーだと減衰力の調整がしづらいので、それがしやすいようにオリジナルでタワーバーも出してます。であとはすごくライトチューンなオリジナルパーツをこうちょっとつけてるような感じですよね。エアロもフロントリップスポイラーっていうのは標準であったんですけど、フロントタイヤの風を避けるためにサイドにフロントリップディフレクターっていう、ちょっと風をこう避けるようなちょっとエラを追加でこの度出してます。これも割と、なかなかうちらどうしてもね、正直言うと風土実験があるわけじゃないので、ですけど、とにかくかっこいいと、多分性能もついてくるであろうということで、おすすめのアイテムです。あとはエアロはサイドステップだったりとか、今日は新製品のマフラーをちょっとこう、あと手取りとかしてもらいたいので、リアアンダーディフューザーはつけてきてませんけど、そういうものとか、人気のこういうダックエンドスポイラーとかいうのがよく、そのサーキットで遊ぶのに必要かっていうと、それは別の話なんですけど、こういうものもあります。ホイールも、オリジナルです。 TWS さんに特注依頼をして、サイズは 8J の16インチで、インセットが35っていう、車高ダウンは最低限必要ですけど、そうすることによるとこれ車検対応です。もうこのまま車検にも行ってもらえるし、
ディーラーなんかにもメンテナンスでから、わずにホイールを変えたりとかせずにそのまま入庫もしてもらえるようなベストなサイズにしてます。では早速テストドライブ。坂口良平選手がコースイン。タイヤは225-45R16 のアドバンネオバ AD09 を装着。フルラップのオンボード映像をご覧ください。56秒703。ホロを開けた状態の、しかも炎天下ではかなりの好タイム。もう今日はですね、まあ、暑かったのもあるんですけど、オープンにしてサーキット走ってみました。まあ、ネオーバーとサスペンションとのこの味付けなんですけども、まあ、オリジナル商品が結構ついてる中で、まあ、本当に大人仕様の、まあ、もうゴツゴツ感もないし、まあ、ちょっとネオバーのこのタイヤサイズの中でもちょっと滑るような雰囲気はちょっと実際あるんですけども、滑ってもコントロールしてまた戻ってこれるので、なんかこうちょっとこう車をいい意味で振り回しながら走って、で、まあ、1.5 リッターなので、まあ、そこまでパワーオーバーステアになることはもうなかなかないと思うので、いい意味で振り回しながら走って、なんかすごく気分転換になるような車なので、まあ、岡山国際サーキットだけじゃなくてミニサーキットとかちょっとしたジムカーナ的な広場のイベントにももってこいのセッティングで、乗ってて車から降りたくないかなっていうような、はい、そんな雰囲気の車でした。はい、さて最近は RX8 収集家の良平選手、実はというか知ってると思うんですけど、僕3台 RX8 を買いましてハマっちゃってるんですよね。どうやらそうみたいですね。はいはい、なのでこれ僕の車でいいですよね、こちらね。あ、違うみたいにしました。、はい、やっぱりこう RX8 も、まあ、価格帯はいろいろこう買いやすくなってるんですけど、うん、やっぱりそのツボを押さえたセットアップというか、その分お金をかけれると思うんで、何かその RX8 はここはやっといた方がいいよとか、まあ、サーキット走行に当たるにあたって、なんかこう必要なところっていうのをちょっと教えてもらっていいですか。はい、はい、じゃあまず一番心配なのはやっぱりロータリーエンジンという特殊なエンジンなので、まあコンプレッションをね、やっぱりエンジンがこう、なんですコンディションが悪かったり元気がなかったら、結局まあ基本よくするとスポーツカーに変身してくるので、そうするためにまずエンジンの調子がどうかっていうのはやっぱりオーナーとしては知ることが必要だと思いますね。でそれが良かったとします、そうすると
まあ、ゴリゴリにサーキット仕様にしてしまうと、うん、なかなかそのせっかくのフォードは4人乗りっていうのが死んでくるので、はい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 、やっぱりそこは生かしたまま、うん、スポーツカーに仕上げていってサーキットでもより楽しく、うん、帰りも快適に乗って帰れるみたいな車作りっていうのが理想理想あ、面白い。もうぜひもう3台目はそうしましょう。で、8乗ってる方は大体ご存知かもしれませんけど、まあ、これから8にハマりかけてる坂口さんみたいな方に、まず、点火系、まあ、エンジンの方で言いましたけど、まあ、プラグだとかね、はい、距離によってからプラグだったりとか、はい、まあ、要は点火系いうのを、まあ、リフレッシュできればしてもらうと、うん、足前なんかも中古車なんで買うと何かしついてると思うので、うん、そこらの、コンディションを見計らって、まあ、買い替えるとか、うんうん、それをベースにオーバーホールしてからまた使うとかいう方法もできますし、うん、はい、で8で今まで僕らの経験上フロントのキャンバーっていうのがこうすごく動きやすいので、そこをきちっと、固定ができるような、ロアうちはもうフロントロアアームの前側だけのピロボールを推奨してます、うん、そうすることによってその一次旋回の時なんかのキャンバーがしっかり確保したままコーナーリングが楽しめるので、そういうところを生かしてもらいの後ろは、マツダ特有の闘魂っていうやつをカットして、で、まあ、今日時間があったら後に、交換してその辺のインプレッションもしてもらったらいいかなと思います。なるほどですね、はいはい。まずは持ち込んだ状態のまま走行、 275-35R18 のプロクセス R888R ドリフトでタイムは1分54秒127。続いてレッグモータースポーツのデモカーをドライブ、タイヤはアドバンネオバAD09 ですが、この時は 265-35R19 を履いていました。にもかかわらず1分50秒283を刻みます。はい、もう一回できます。はい、壊れないお家に帰れるまでが走行会です。そして闘コントロールブッシュ交換後のマイカーでアタック、
1分53秒129。交換前よりおよそ1秒詰まりました。僕がちょっと他の車走る間に倉迫さんがリアの闘魂ブッシュですか、こっちをですね入れてくれたんですけど、僕はリアに入れたのかフロントに入れたかも正直聞いてなかったんです。何をしたのかもちょっと分かってなくて、試されてるのかなって思いながらピットアウトした時に思うのが、まあこの車結構もう街乗り仕様なんですごい柔らかいんですけど、なんか吸い付いたような動きになる。特にフロント入ってリアに行く時に、リアに荷重乗る時にそのままフロントがギュギュギュって入っていくんで、さっきまでちょっと切り足そうと思ってたところが、なんか素直に曲がるようになったっていうのが印象です。なんか一言で言うと、なんか車両がちょっと軽くなったみたいな、なんか満タンからからケツの状態で走ったとか、人が乗ってないとか、なんかそんな感じです。なったんで、まあ多分一つのコーナーだとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、岡山国際だと1、2コーナーから2コーナーのとこなんて切り返しなので、そういうとことかダブルヘアピンみたいなとこの切り返しがすごく分かりやすくて、なかなか体感できるパーツだと思いました。まずレックさんのデモカーですね。タイプで言ったら後期型の RS になります。なので、まあ、実は僕も後期型のタイプ RS ですね。これ同じものなので、まあ、だいぶタイムやられちゃったんですけど、でもまずやっぱデモカーの方はちょっとそのユーザー目線のことを考えて、元からがですね19インチなんですね。なので外品ホイールは履いてるんですけど、19インチ仕様のネオバで、持ち込みをされました。なのでちょっとそのバネ下の重量的なとことか、あとまあコーナリングが入った時にもうちょっと荷重を乗せないと曲がりにくいとか、若干そこはあったんですけど、やっぱさすがデモカーなので、もう走ってたら気持ちいいのと、エンジンフィルも9300ぐらいまでストレス少なく全然回っちゃうんで、サウンドもやっぱりこう NA のロータリーサウンド気持ちいいですし、車的にはやっぱりこうしっかり、作り込まれた車っていうことで、また自分の車に対してもモヤモヤ感が出てしまうような車でした。はい。対して、自分の、マイカーなんですけど、これは同じ、まあ、21年式のタイプ RS。 まず今回、持ち込んだのに、ね、東洋の、888のドリフトっていうパターンのタイヤで行ったんですけども、まあ、RX8 結構前後バランスも良くていいんですけど、車にとマッチングに関してはなんかもう吸い付いてる感じで、自分も275仕様でやってたんですけど、今回、4輪でなんかもう吸い付いてるんで、まあなんか何も起きないかなって感じがありました。でそれに、レックさんのリアの闘魂のブッシュを変えてもらったんですけど、それするとですね、リアを変えたんですけど、なんかフロントが入るような感じになって、1本走ってちょっとカメラが撮れてないことで、もう1本走ったんですけど、またタイム上がっちゃったんで、だから1秒ちょっと上がっちゃったのかなぐらい、なんかこうタイムが上がったんで、で乗ってるフィーリングも良かったんで、これはちょっとまた次の何か欲しくなってくるんで、まあ、そこのとこののこに入っちゃったかなって感じがするんで、どこかで線引きしながら楽しみたいと思います。